皆さんどうもこんにちは、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。今回はスズキスペーシアに新たに加わったスペーシアベースを紹介したいと思います。スペーシアという車はですね、2013年ですね、前身であるパレットから名前が変わる形で登場しました。スズキのハイトワゴンになります。で、現行型は2017年に登場した2世代目になります。そして2018年にはスペーシアギアが加わり、今回新たに加わったのがこのスペーシアベースになります。この車どういうコンセプトかと申しますと、乗用車と商用車のいいとこ取りですね。スズキのハイトワゴンにはですね、この乗用車系のスペーシアと基本商用車系のエブリィがあります。そのどちらにも属さない、ビジネスユースにも乗用ユースにもどちらにも使える、多様化するユーザーのニーズに応えられる、ユーザーがいろんな使い方ができるように企画された車になります。そのあたりを早速チェックしてみたいと思います。早速スペーシアベースの外観をチェックしてみたいと思います。で、この車は4ナンバーになります。この黒い部分ですね、ブラックパールになっています。このグリルの部分とか、あとドアミラーとかですね、ホイールとかもですね、あとドアノブとか、ブラックパールになっています。で、このホイールはスペーシアギアの色違いになります。デザインとしてはスペースギアと共通です。そして一目瞭然の識別点、こちらです。リアクォーターがですね、この通りあのパネルになってます。スペーシアというのはですね、もともとボディサイドにビードがあるんですが、そのビードの共通イメージのデザインとされています。そしてリアに回り込みますと、こちらもですね、ブラックパールでペイントされています。そしてベースというですね、この大きな文字のバッジがついています。この銀の部分ですね、チェッカープレート柄になってるんですね。これ結構お金かかってると思います。かっこいいです。はい、エンジンルーム見てみましょう。これですね、自然吸気エンジンのみの設定となっております。今のところターボの予定はないようです。そして組み合わせられるのが CVT になります。スズキの軽商用車として初めての CVT の採用になります。おかげでですね、 WLTC で 21.2kg の燃費を達成しています。これはですね、軽商用車全体の中でもナンバーワンになります。スペーシアベースのインテリアをチェックしてみたいと思います。このスペーシアベースですね、車内の後ろ半分がすごいんです。ほんといろんなことができるようになってます。早速チェックしてみたいと思います。まずですね、これが一番標準の状態です。後ろにも人が座れる状態ですね。で、これがどうなるか、例えばリアシートをこのようにダイブダウンさせることができます。こうするとですね、後ろに荷物を積んで、仕切られた状態になって、ここの、リアシートの空間にペットを乗せるなんていうような使い方もできます。さらにこれですね、ここ椅子にもなります。で、これですね、これがポイントです。このスペーシアベースの最大のポイント、マルチボードですね。これをですね、上中下3段に高さを変えることができます。これをですね、まず上段にセットすると、ここに座ってちょうどこのテーブルのような高さになりますね。ここでこうパソコンを開いて仕事をするなんていうような使い方もできます。さらに中段、これ中段ですね、中段にしてシートをダイブダウンさせると、じゃん、これです。ここにですね、このフラットにするためのボードが収納されてます。セットするとここがフラットになります。で、ここにこうちょっとくつろぐ感じで座れて仕事しながらっていうのもできます。僕はこの方がちょっと楽ちんで好きかな。あとはですね、移動販売車みたいな使い方をするにもこの高さがちょうどいいようになってます。で、さらに一番下にするとどうなるか、はい、これ一番下です。それでですね、
フロントシートを倒します。倒してくっつけます。マルチボードを一番下の状態にしてフロントシートをここまでですねくっつけるとですね、この通りフラットな空間になります。そしてさらにですね、この車中泊のためのマットが用意されています。でそれをここに引くとですね、こう快適に寝泊まりできる空間になるかなと。ちょっとどんな感じか私寝てみたいと思います。こんな感じですね。私だいたい成人男性の、プラスアルファぐらいの身長なんですけど、もう十分この楽に寝泊まりできるかなと。大人2人は楽に寝泊まりできる空間になります。そしてここはですね、テールゲートを閉めても少し空間が残るんで、何か必要なものがあってもこの車中泊しながらした状態でも荷物の出し入れができるというふうになってます。このインパネ周りのデザインはスペーシアを踏襲してます。このアタッシュケースをモチーフにしたデザインとかですね、踏襲してますが、カラーコーディネートがですね、このスペーシアベースはですね、グレイッシュブルーですね、このちょっと渋い感じの色になってます。そしてですね、装備もですね、この通りこういう車こそ、先進運転支援装備が大事ですよということで、全車速追従機能付きの ACC とあと車線逸脱防止機能もちゃんとしっかり搭載されています。さらにですね、シートヒーターも設定されています。収納ですね、結構充実してます。まずこちら、この通り、あとですね、ここにはドリンクホルダーがあり、ここもですね、こちらティッシュボックスになってます。でこの通りですね、この蓋ができるようになってるっていうのがですね、収納して物を入れて蓋ができるようになってるっていうのがこのスズキならではの心配りですね。こちらにもですね、ドリンクホルダーあります。これですね、このペットボトルだけじゃなくてですね、紙パックも置けるようになってますね。そしてスズキ車といえば、この助手席の下、これです。この持ち運べるタイプの物入れが設定されています。あとはですね、助手席をこの通り前倒しすると、この背面がこの通り、ちょっとしたテーブルになってます。ワーケーションの合間にちょっと休憩して、軽食とか取って汚れちゃったりした時でもさっと簡単に拭くことができます。フロントシートのこの頭の真上あたりにはこの通りオーバーヘッドシェルフがあります。こちらですね、最大積載量は 1.5 キロになってます。そして振り返るとこちらですね、リアクォーター部分に、このポケットがあります。これはですね、この部分がカバーされたことでこの通りポケットが、設定されました。さらにその下にもいろいろこのボルト穴とか開いてまして、アタッチメントを使っていろいろ自在にアレンジできるようになってます。というスペーシアベースでした。今回はちょっと事情によりですね、まだ試乗できないんですけれど、乗るのが楽しみな一台です。そしてですね、こういう車がですね手元にあると、もう仕事にもですね、あと趣味にもいろんな使い方ができて、行動範囲が広がると思います。楽しみな一台です。